はい、お疲れ様です。山です。ゴースファイヤー東京を続けていきます。さあ、この奥まった場所にある神社。これ、かわいそうだよね。室外機に囲まれてさ。かわいそうというか、ね、罰当たりな感じもするけど。じゃあ行こうか。66尾やるか。いるね。おまい、妙な女がいるぞ。六六尾か？あれ、地蔵じゃない？で、上じゃない？違う？あれか。で、こっちね。敵もいないか怖いんだよな。誘われているみたいだぜ。ただし妖怪だけどな。ってことだと思って。あの木。なんだ？取れるの？ すごいね。で、上？どこ行った？これか。追いかけっこは終わりだね。大事に使えよ。まあ上ばっか飛んでたけど、下を歩くのもいいかもね。敵がいるとちょっと面倒ってのは、あるけども。とりあえず地蔵、あったよね、確か。あったあったあった。なんかいる。ああ、全部終えるか。あ、地蔵もあるわ。思あっい切っけたないつな。も。お前の腕がいいんだろ。褒めすぎじゃないか。やった。まあ、まずは、これかな。あ、いいね。火属性だ。10発に増えた。いいね。信心深いな。こういう時だからね。そうだね。困った時に、頼むと。頼ると。まだいたんだ。いいね。で、あそこにお金があったから。めっちゃ猫いる。今どこ？ カゲリアのとこ来たな。ああ、そうだ。ずっとちょっとやっときたかった。行っときたかった場所があって。これだっけ？なんだっけ？ここ カゲリアの上んとこから、ねえねえ、ここだよね。こっから、下にさ、あそこになんか開発中の場所あったじゃないですか。あそこ行ってねえなと思って。なんか今はいいやつって素通りした場所結構あるよね。そういう場所ちょっと行っときたいなと思って。ね。今だからこそ取れるもんとかも、あるかもしれないしね。そんなないな そんななかったな。で、あの建物はね、サブミッションがない限りは行かなくていい。そこはそういう場所。で、いるのは、ああいうタイプばっかだね。そうでもない？あ、いるよね。
すげえな。うまい。調子いいかも。外しちゃった。外しちゃったわ。うん。あれはちょっと無理かな、距離。これぐらいかな。高いな。ダメだ。弾なくなったわ。じゃあ、そこの歩道橋からエントリーしようか。で、ここら辺はヘビ女がいたと思うんだけど、大丈夫かな？え、白がある。あれか。まあ、入るか。そう、汚れがいっぱいあるじゃないですか。パラッと来たいなっていうのもあって。いっぱいいるなぁ。マジ？結構いるな。弓また買ってくる？どうしようか。遠いやつだけ。当たんなかった今。倒しきれないんだ。当たんない？あ、いけた。炎で暗殺していこう。ああ、よろめくだけなんだ。OK。また来たわ。ちょっと、ターゲットを外してね。液体状態というか、探る状態を外した状態でまた来たわ。なんか全然、ダメージが通らないね。あれもうバレた。一部バレたっぽい。OK。こんなもんかな？次！やるね。やるね。弾がないけど、まあ。大丈夫。あれは、矢が欲しい。どうやって壊すんだ？どこだ？あれか。で、こっち洗うか。全部あーちょっと危ない危ない。大丈夫。オッケー。でそこのサラリーマンでやりたいな。チャンス。やれた。これどこだ。あいつもやるか。これ難しいな。ここらの汚れの周りの敵はやったね。OK。飛んでる敵はまだいるけどね。どこだ？あれか。
いいね、気持ちいいね、これ。このね、剥がれていく感じいいよね。人助けも大変だな。オッケー。はい。で、あとは、あれか。こっからいけないな。あの上一旦登らないと。ね、結構入り組んでんの。こっち見てないね。手頃なのがいるじゃねえか。脱出できる。怖いんだけど。で、あと一人 OL いなかったっけ？やったか？どうかしてるぜ。さあ、あとこれで終わりだね。OK。いや、ちょっとこれがね、ずっと気になってたんで。やりたかったんだよね。さあ、あとは適当に回収して。お。ワイン。なんだろ、これ。青銅器。金の形をした青銅器。おや？尻尾があるね。銃器に化けたのかな？いや。なんだっけ？あ、交通だ。あ、これに化けたんだ。交通安全の。苦しい戦いだったぜ。立ちふさがる奴らを倒して、ここまで たどり着いたんだ。俺様の必殺タックルの前では、人だまりもなかったようだ、だかな。これこれとやったのかな。ねえ、交通安全のさ。さあ、取れるものは大体取ったかな。で、あとは、これと、とね、向こうに、この仮設トイレに、なぜかね、包丁があるんだよね、これ。どうしてねえ、でかすぎない？なんだ？花子さんの包丁。でかいけど。ドスじゃん。はい。さあ、こんなもんかな。はい。じゃあ、戻ろうか。はい。お。その靴履く？すげえ。呪いのアイテムだのにね。で、ショップがあったなと思って、あ、いいね。調査資料。買おうか。カッパを捕まえるにはキュウリが必要だ。また絵だ。うん。いい買い物できたか。まあね。まあね。あ、で、技覚えとくか。60ポイント。数珠増やしましょうか。うん。3つね。はい。で、チャージラッシュの炎を上げようか。炎上にする時間が短くなる。すぐ炎上になるんだよね。さらに炎上自体が、状態が長く持続する。うん。で、OK かな。これなんだ？貫通か。あー、つける？はい。これでまた強くなれた。はい。アジト前まで戻ってきました。上はまあ、いいか。できますけど。で、次が、こう通ってこう、ん？ビルの屋上へ向かう？これなんだっけ？御岳不動産だっけ？まあ、そうなんだ。ここが、あ、そうか、目的地か。じゃあ、そっち行こうか。
うん。これワン、いやー低いな。このビルの方が高いな。このビルよりも高いところから行ければ、口先に、ね、一発とりあえずかませるじゃないですか。即場をね。それができれば結構楽なんで、いいかと思ったんだけど。後ろ取って、戦って切り抜けるしかなさそうだ。来てる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 。死にさえしなきゃ全部経験だ。来てる来てる。そう思わなきゃやってられないよ。どう？乗ってきた。うまいぞ。オッケー。ハーフだねやっぱ。まあ、なんでやったかっつうと、ワンチャン白だからやれるかなと思って。あと上が気になった状態じゃちょっとね、嫌だからっていうのもあって。さあ、公衆電話、ある？最近エドのボイスレコーダー見てないな。7900。してくれるおかげで少しずつ希望が見えてきた。いいことだ。頑張ってくれ。はい。シンプル。お、いいね。体力の最大値。何してたの？バレなきゃいいよなとか言って。うん、こんなもんかな。じゃあ戻るか。あの上か。どうしようか。こう行こうか。あれか。なんかやってるけど。大丈夫かな。あー、どうやって行くんだ。こうやって行くのか。飛び移るのかな。あっち。まあ、一旦この商店、なんかこの木が怪しいな。商店街から行こうか、じゃあ。まただ。はい。まあ、上行こうか。あそこからだよね、多分。違う？行ける。これって棒になってんのかなって毎回思うけどね。まあ、ないよりはだけども、だろうけども、棒になってんのかなみたいな。おぉ。だ。どうも。ん？あ、ここで探すんだ。本来こっちから来るんだってのかな。まあいいや。よし、辺りを調べてみようぜ。うん。バイクのパーツを探さなきゃ。うん。場所を探す。うん。お、そうか。霧がここまで来たんだ。写真撮って送るね。そんな場合ではなかったってね。おー、だいぶ近づいたね。すご。これか。あ、で、これか。バイク。ガソリンとタービンホイール。それに、あの世の干渉が強い場所か。うん。バイク。バブリー。お前、消費者金融になんか興味あるのか？あ、そういうところなんだ。うん。なんか、
面白い反応してくれるとこないかな。お、なんかあるね。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。うん、まがまがしい。バイクってどこだ？ん？あ、これ？高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。おう。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。そうだね、足を使うのはね。アキト君の仕事。あー、そうか。こう、霧を避けていくんだ。さあ、こっち来たけど、上もちょっと見とくか。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても、最後はあの男のところに行くだけだからな。まあまずはパーツから見に行こうか。どうやって上行くんだ。え、やべ、なんか詰まった詰まった。はい、うん、あの上でさえもさ、人やられてたから、本当に全体なんだね、渋谷。じゃあ、とりあえずそこの家行って、家じゃない、屋上行って。やばい、戻らなきゃ。あ？ああ、これか。危な。ちょっと霧に片足突っ込んでたね。おーっと、危ない。さあ、これ払うか。あー、なるほど。バイトリーダーがね、仁王立ちですね。あっけないな。お前の腕がいいんだろ。 OK、 2人やった。バイトリーダーは弓でやれるかな。オッケー。だとこの人だけだね。い、まあ火でなんか誘爆させてもよかったんでしょうけどもね。でもそれ一発じゃやれないだろうからね。うん、はい。でちょうどコンビニがないか。うん、違うね。映画。メロン。ん？ありそう。いや、ないな。左上なんだ。イカの恋物語。さあ、このまままっすぐだね。犬。これ微妙に入ってないか。大丈夫か。大丈夫か。おい、いいのがあるぞ。お、このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ。リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。ん？おい、あれ！救急、足が！しまった！救急！
KK、 KK どこだ。また KK が引き剥がされましたね。お姫様かっつって、で右半分が見えないのは KK がね、融合してくれてたおかげで見えてた右目がね見えなくなったということで、はい、じゃあ助けるか。でさっきのね、なんていうの、花向く、はい、じゃあ行くか。さっきのね、でかいお嫁さんみたいな人は結構やりにくい敵かな。敵というかボスですね。ボス級の敵。だいぶ強かったと思う。そうか。KKいた。KK！こいつら。アキト！なんとかできるか？やってみる。全部、片付ける。ちょっと待ってね。あれは、ジェズは今、休日だね。足で合わせる。ちょっとした微調整はね。あー邪魔だ。荒手が来やがったぞ。どうだ。動くな。当たんない今の。よくやった。オッケー、外した。動いた。こっち来てんな。アキト、また来やがったぞ。本当？どこだ？また増えたか。よし。ちょっと待って、ヤバいのいるな。ヤバいのがなんかこっちに。お怒りなんだけど。これ使う。気にするな。とりあえず撃ってりゃ当たる。間違いない。OK。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。うん。で、スイカ。左目だけでよくやったよね。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあね。うん。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。おう。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。はい、ということでじゃあ今回これで以上です。KK をまた助けたということで、次回タービンホイールとオイルか。はい。でこれすごいよね。まあ、結界なんでしょうけども、そういう言語みたいな、プログラミング言語で、ね、漢字だけの言語とかあるのかな？あるかもね。読めないけど。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。